勝負になってくるでしょうね。サードゴロです。高浜バックホーム、おっとショートバウンド、田村抑えています。これタッチアウト、サンラー、あーっとランナーは3、あそれぞれ進塁でした。結局アウトは1つ取ったんですが、同じく2塁3塁です。いや今はね、中村選手かなり走塁しましたね、なかなか3塁にスタート切りづらいようなね、そうですね、ところでしたけども、いい判断でしたね。今一歩タイミングが遅れると多分これダブルプレーになったんですけども、最後行くって決めてからの判断力っていうのは良かったですし、まあ、メヒアもよく2塁まで行きましたよね。そうですね。